考慮でパリ五輪消滅。久保建英のパリ五輪代表入りが見送られることが16日分かった。複数の関係者によると、JFA が今季の所属クラブや A 代表のスケジュールによる疲労を考慮した模様だ。妥当な判断だとは思う。五輪に強行出場してペドリみたいになるよりはマシ。久保はクラブに専念してもらった方が良い。無理に招集して怪我なんかしたら元も子もない。大正解。選手が潰れるような日程を避けられてよかった。五輪代表で久保が見られないのは残念だが仕方がない。前回五輪の涙が忘れられないが、怪我するよりは全然マシ。JFA はいい判断だと思う。久保招集外の理由鑑みたら OA に板倉、伊藤洋輝、田中碧、遠藤なんて夢物語だな。J から埋めることになりそう。選手のことを第一に考えた判断はとても素晴らしいことだと思う。五輪で見られないのは残念だけど、無茶してコンディションが上がらなくて五輪も A 代表もベンチやベンチ外ってなるのが一番最悪だしね。オリンピックは将来 OA で頑張ってほしい。パリでも見たかった。けどまあ、きっと移籍準備への配慮なのかな。個人的にはやっぱり CL 出るチームで活躍する久保みたい。まあ妥当な判断だろ。やるやん JFA。